自分を見つめ直したくなるとこの店を訪れる。あの日もここで張り込みをしていた。このチーズケーキを食べながら、すべての始まりがこの街であるならば、すべての終わりもこの街なのかもしれない。そう思いながら僕は歩き出した。ちょっと待てし、俺か、俺は夏岡徹だ。今日私は幸福の小道で3人目の字オークライズである日野城さんと待ち合わせをしていた。日野城さん、お疲れ様です。よう、ニットの珍しいな、呼び出しなんて。聞いてくださいよ、立岡さん今日も単独行動なんですよ。それに私まだ半人前扱いだから、相変わらずランチ抜き。立岡さんらしいな。まあお前のことを危険な目に遭わせたくないだけだと思う。そっか、木之代さんも手がかりなしか。一体 NBCU のアジトはどこにあるんでしょうかね。焦っちょし、姿勢天に通ずって言うじゃん。頑張ってれば結果は必ずつながるってこと。大村先生の好きな言葉ですね。っていうか知ってた？ここって昔の大村先生の通学路だったらしいぜ。え？そうなんですか？私も頑張らなくちゃ。大草さんから。もしもし。え、空海に。はい、承知しました。すぐに向かいます。どうしたんですか？ NBCU が空海に勧誘に来たって通報があったらしい。空海ってすぐそこじゃないですか？ああ、俺たちが一番近い。走るぞ。はい。そろそろいい返事聞かせていただけませんかね。悪い話じゃないと思うんですよ。売り上げ伸ばしたいと思いません？うちの組合に入ってもらえば。そんなこと言われても加盟料が高すぎますよ。いいんですか？断ると不慮の事故とか起きちゃうかもしれませんよ。それに欲しくないですか、グレートフレーバー。グレートフレーバー、何なんですかそれは。
調味料です。魔法のね。魔法の？ちょっと待てし。奥さん、もう大丈夫です。奥さん、奥に連れて。はい、こちらです。オークライズのナンバースリー。俺が日の城だ。それグレートフレーバーか？ラッキー。それ、渡してもらおうか。そうはいくか。ランチの時間だ。ランチの時間だ。ランチの時間だ。どうしようかな。今日はカレーがいいかな。あそこのカレーうまいんだよな。日野城さん、何やってるんですか。しまった。逃げられたか。もう追いますよ。いや、飯だ。え、飯？あそこは居酒屋さんですよ。まだお昼ですよ。行きますよ。いや、ランチやってるんだよ。ランチ？いや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 、ちょっと追わないとね。みのしろさん。もうこれじゃ達岡さんと同じじゃないですか。僕らのメンバーみんなこんななんですか。いらっしゃいませ。どうも。ありがとうございました。あとは任せとけし。これランチね。はい、お願いします。お疲れ様でした。今日のランチです。わあ、すごい。私も食べてもいいですか。ダメさよ。達岡さんに一人前って認められてからさ。そんな、今日も食べられないの。いただきます。いやー、野菜不足の俺にはここのランチはありがたい。いろいろな食材がバランスよく取れるし最高だ。しようかな。その前に達岡さん誘って夜飲みに来ようかな。いつものように食べられない私、早く一人前にならなくちゃ。しかしグレートフレーバーが実在すると知ったこの日、あの事件の疑惑がまた大きくなったと私は感じていた。
おお、ニットの久しぶりだな。あ、ごめん、すいません、はい、久しぶりだね。 MD で使うんだよ。いやー、ニットの呼び出しなんて珍しいな。聞いてくださいよなんだよ。ちょうど前に出ちゃうと、木村さんとかぶっちゃう。そうですね。もしもし。すいません、本当にちょっとあの、どうです。ね、大丈夫ですよ。走るぜ。はい。オッケー。はい、行きます。こと言われて、あ、まだあの3人です。こういうのはあの NG で使うんで。そんなこと言われてもカメレオンが高すぎますよ。はい、ちょうど下がなんか。はい。3、2。ちょうど車が来てる。してるところで、はい。ひなしろさん、何やってるんですか？いやいや、すいませんでした。今、いや、カレーがうまいんだって言わせて、カレーが、飯だ。え？飯？あそこは居酒屋さんですよ。まだお昼ですよ。行きますよ。いや、ランチやってるんだよ。ランチ？